ギドパーティションテーブルはハードディスクドライブ上のパーティションテーブルの配置に関する標準規格である。これはインテルの提案している EFI 標準の一部であり、旧来の BIOS で使用されているマスターブートレコードの置き換えを意図している。従来の MBR パーティションがテーブルのパラメータから 1>, 1セクタ512バイトで定義した場合、最大 2t 部までの領域までしか管理できないのに対し、GPT では最大 8t 部までの領域を定義、管理できる。2013年頃には、PC 用として一般に、市販の HDD の大容量化で 2t 超えが始まっており、GPT 導入は必死の課題であったが、マザーボード上のロム内などのシステムソフトウェアの EFI 対応もだいたい進んできていたことで無事に導入が進んだという状況であった。ギドパーティションテーブルのレイアウト。各、エルビはは512バイト。MBR がマスターブートコードで始まるのに対して GPT は EFI が持つ拡張機能を使ってその処理を実現している。MBR のエントリがディスクの保護と互換性維持の目的で存在しているのに対して GPT はパーティションテーブルヘッダーとしての役割を担っている。GPT はロジカルブロックアドレッシングを使ってディスク内の位置を示す。MBR では CHS によって位置を指定していた。古い MBR 情報は LB0 に含まれていて GPT ヘッダーは LB1 に置かれその後にパーティションテーブルが続く。Windows オペレーティングシステムでは 16384バイトが GPT 用に予約されていて LB34 から通常の使い方ができるようになっている。GPT は上調性も提供している。GPT ヘッダーとパーティションテーブルはディスクの先頭と最後部の両方に書き込まれている。GPT を使用するディスクにも MBR が存在するのは MBR を前提とした ディスクユーティリティを利用した場合の事故の防止のためである。MBR にはそのディスク全体が一つのパーティションになっているという情報が記述されることになっている。GPT 自体が BIOS による MBR パーティションの代替であるため、そのパーティション識別子はシステム ID として 0G が設定され、GPT を使用していることを示すことになっているが、双方のパーティションテーブルに 有効な値を定義し、それをハイブリッド MBR と呼称する向きもある。ただし、これは GPT の MBR パーティションに対する置き換えという目的から、標準化、明示的な定義がされていない実装であり、OS によって扱いが異なる。ハイブリッド MBR の構成では、多くの場合イディドパーティションの方が優先されるが、Windows をベースとするシステムでは、 GPT をサポートするものであっても有効な MBR が存在する場合は、そちらを優先して解釈する。また、本来 EFI とセットの実装であるが、MBR から GPT を理解するローダーへ処理を移すという手段により、比較的最近の Linux では EFI が実装されていないシステムであっても、GPT からの起動や利用を可能としている。パーティションテーブルヘッダーでは、 ユーザーが使用可能なディスクの範囲を定義している。また、パーティションテーブル内のパーティションエントリー数とサイズを定義している。Windows マシンでは128エントリーであり、それぞれ128バイトである。したがって最大128個のパーティションを作成できる。ヘッダーはディスクのギドを含んでいる。また、ヘッダー自身のサイズと位置と、 第 2GPT ヘッダーのサイズと位置を記録している。また重要な点として、自身の、CR、c r c 3 2にチェックサムを持っているので、専用のユーティリティ以外で GPT を変更すると、チェックサムと不整合を起こす。チェックサムが不整合を起こすと、EFI は第 2GPT を第 1GPT にコピーする。第 2GPT のチェックサムも不正だった場合はディスクにアクセスできなくなる。 パーティションエントリーは単純である。最初の16バイトにパーティションの種類を表すギドが書き込まれている。例えば EFI システムパーティションのギドは c 1 2 a 7 3 2 8回8 1回ら1 1 d 2 b a 4バイトから0 0 0 c 9 3 e c 9 3バイトである。ただし先頭3項目は項目内でリトルエンディアンなので実際には 先頭から2 8 7 3に a c 1 1回回 8D21BA4 バイト0 0零 c q 3 e c 九3バイトのように書き込まれている。次の16バイトにはそのパーティション固有のギ度が書き込まれている。続く8バイトにパーティションの最初のエルビ、その次の8バイトにパーティションの最後のエルビがリトルエンディアンで書き込まれている。さらにその後に パーティション名と属性を書き込めるようになっている。表中の注釈古いバージョンの3 2ビット版、Windows では、ニティブ以上の容量のディスク、及びギドパーティション自体を扱えないという問題がある。これは各ベンダーの3 2ビット版デバイスドライバーに起因する。リス対以降では、3 2ビット版でもこれらの問題は修正されている。ニティブ以上のパーティションを扱えないのは、 MBR パーティションの制限である。下記の表にない以前の OS では GPT はサポートされない。X86 より以前のアーキテクチャでも同様。IA-64 版と X86 から64版を列挙している。下記の表にない OS では GPT はサポートされない。IA-64 アーキテクチャの OS では当初から EFI と GPT からの起動をサポートしている。注意、この表にある起動は、リトルエンディアンで表記されている。例えば、EFI システムパーティションの起動は c 1 2 a 7 3 2 8回8 1回ら1 1 d 2 b a 4バイトから 00A0C93EC93 バイトとなっているが、これは次のような16バイトの並びである。 28732AC11 回開発 D21BA4 バイト 00A0C93EC93、e, バイト。戦闘3ブロックだけ、バイト順序が入れ替わっている点に注意。 http://www.nude.org コロンススララッッシシュュスラッシュソフトウェアスラッシュグラブスラッシュマニュアルスラッシュ html ノード バイオスインスタレーション。HTML ハット HTTPS コロンスラッシュスラッシュヘルプ UBUNTU ドットスラッシュコミュニティスラッシュマックブックハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ www RodsBOOKS ドットスラッシュ GDISK ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュリフットドット s o u r c e r r g e ネットスラッシュ ミススラッシュ ABHTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.microsoft.com スラッシュ WHTC スラッシュデバイススラッシュストレージスラッシュ GPTFAQMSPX エルドハット A B C D E F G H I J H T T P コロンスラッシュスラッシュ www ドット r o d s b o k s ドット com スラッシュ g t i s k スラッシュハイブリッドドット h t m l ハット h t t p コダイドルドットコム m ウィンドウズインサイドウィンドウズサーバーマイナス2003コンフィギューリングデータストレージワーキングウィズ G P T ディスクス ワーキングウィズ GPT ディスクスハット u e f e a t w i n d o w s h t t p コロンススララッッシシュュ w w w m i c r o s o f t c o m スラッシュジャパンスラッシュ w h d c スラッシュシステムスラッシュプラットフォームスラッシュファームウェアスラッシュ /.uefiWindowsMSPX ハット GNU グラブマニュアル2.04 BIOS インスタレーション2021年5月8日閲覧 ディスクベラブルパーティションズスペシフィケーションシストムディ2021年5月8日閲覧スミスロットニード 4A ユニークリナックス GPT ギドタイプコードバグパーティットアーカイブス2021年5月8日閲覧ありがとうございます